これひょっとしてヨシガモじゃねえ？ヨシガモですかね。妙にあの頭の白いカモがいるなと思ったらね、ちょっとこう頭頂部といったらいいのかな、緑色にちょっと輝く節がね見えましたのでね、これねカケスが写ってるんですが、わかりますかね。カケスは手ごわいですね、なかなかね、よく見かけるというか、まあまあ普通にね、見かける機会のある鳥なんですがね、カケスっていうのは撮影する率というのは非常に低いように思っております。実はね、今日もあの渡り鳥のね、一番乗りっていつ頃来るのかなっていうのをね、ちょっと知りたいということでね、いろんな場所に出かけております。こちらまあ里山なんですがね、山柄がいたりとか四十からがいたりとかね、する場所なんですがね、どうなんですかね、あの白原なんかはね、もう普通にシーズンになると見かけることができるんですがね、今日も見かけなかったですね。まあこちら常備滝先生なんですがね、ちょっとあの逆光気味というのかな、実はねこれね、なんかあのぼんやりしたような映像になってるんですがね、おそらくこれレンズが曇っていたんじゃないかなと。これもね、ちょっと途中で気がついたんですがね、まめにちょっとねそういった点検もした方がいいのかもしれないですね、こういう季節柄ね。そしてね、ちょっと分かりやすい場所でね鳴いてくれましたので、まあオレンジ色とこのブルーの空がねよく映えるんですが、これもひょっとするとね、曇っていたかもしれないね。そしてチームエナガの皆さん、例によってね落ち着いてくださいエナガさん、本当にね、まあ、今回どれぐらいね撮影できたかちょっと後ほど最後にご覧いただきます。これちらはね、メジロがこの時期咲く桜、そういった種類があるんですかね、目ざとく見つけて花の蜜を吸っていたようでございます。まあ、こちらもね結構明るさ補正しておりますね。バックがねちょっと白っぽくて、この山柄なんかもね、今日もねあちこちでこのジョビ先生に出会うことができたんですがね、紅葉はね実はちょっとまあ一部このようにね色づいておりますが、まだちょっと早いようなね感じがいたしました。ジョビタケの鳴き声、結構皆さんの近くでも聞こえてますかね。我が家の近くでもね、ものすごくよく聞こえておりますがね。もう少し落ち着いてきたのかな。一時期なんかこう追いかけっこをしているようなね、縄張り争いでもないんでしょうけれども、そういった姿を見かけましたけども、そろそろ居場所が落ち着いてきたのかな。そして青地なんですがね。青地さん、もっと目立つところへ出てきてくださいよ、本当に。もうかくれんぼばっかりしてますよね、こういった場所で。しかもあのよく似た色の草むらの中で、まあホオジロさんのようにね、こういったところでさえずってくれてもいいのになと思ったりするんですがね。青地もね、この四十からのバックのこれなんていう木でしたっけ、結構今綺麗ですね、色づいてますね。エナガさん、電線に止まってくれてラッキーと思ってね撮影してるんですがね、まあ相変わらず落ち着きがないな、本当にもうちょっとゆっくりしてくださいよってね言いたいですよね。
ジョビオ先生もね、これからしばらくちょっと長いお付き合いにね、桜が咲く頃にもまだ見かけた時があったような気がするんですけどね。そしてこちらね、以前コウノトリであったりとかいろいろなカモの仲間がねやってきた場所にもう一度出かけてきました。大盤がそこそこまとまった数やってきてますかね。そしてヒドリガモはね、このようにもうおそらくこの北針まで最もよく見かける、あ、こちらはコウガモかな、手前がね、ヒドリガモは結構いますけどね、コウガモもどうやらそのオスの特徴が現れ始めましたかね。向こうにキンクロハジロのオスとメスがいて、中央はキンクロハジロ、これカイツブリかと思ったんですが、それにしてはちょっと頭がスマートなのでカンムリカイツブリですかね。キンクロハジロを追い越したこの白い鳥なんですけれどもね、カンムリカイツブリはね、この間ちょっと河口近くで見かけましたけれどもね。そしてこちらハシビロガモのオスが2羽、オスですね、両方オスみたいですね。これね、カラスにモビングされていた鳥がいたのでね、見たらね飛びかなと思ったんですが、このようにねちょっと拡大してみたらね、ノスリですかね、尾の形とかがね、尾羽の形などは違いますもんね。ヒバリですね、わかりますか、どこにいるか。ヒバリもね、なんだろう、春よりよく見かけるような気がするんですけどね、今の方はね。ムクドリかな、こちらは。カラスがね、わずかな水たまりをこちらも目ざとく見つけて、行水。カラスの行水ですね。これ何かに見えません？白クマとか、なんか動物が吠えてるように見えるんですがね。これね、この時点では、ヒドリガモのメスかなってね、思って見てるんですが、ちょっと、なんだろう、様子が違うような気もするってね。まあヒドリガモなんかもこの大判をね、頼りにしてる時もありますんでね。おこぼれにあやかろうなんていうね、魂胆が見えるわけですが、この昨シーズンもね、例えばオカヨシガモ、あるいは冒頭ご覧いただきましたね、この鳥なんですがね、ヨシガモですかね、やはりね、まだあのオスの特徴であるあのナポレオンヘッド、私はシャーヘッドと言ってるんですがね、まあ状況判断でしかないんですが、ヨシガモのメスが一緒にいるんですかね。単体で見る限りは全く判別できません。お手上げですね、本当に。カモのメスはね、ちょっと状況判断でメスだろうっていうようなことが多いんですがね。
まあ、おそらくこの鳥はオスがね、その特徴がはっきり出るまだ直前と言ったらいいのかな。そしてね、よくこの場所にいる鳥をね、あれはっきりしてるやん、うん、はっきりしてるやんということで、一羽一羽よく見ておりますとね、このようにこれは明らかにね、ヨシガモのオスがね、なんかメスとじゃれてますかね。おりましたのでね、どうやらヨシガモに再会といいますか、昨シーズンはねヨシガモこの北播磨の地域あちこちで見かけたんですがね、その前のシーズンほとんど見かけることがなかったのでね、さあ果たして今シーズンヨシガモに出会えるのかなってね、ちょっと期待しつつもちょっと不安だったんですがね、今日ね、出会うことができて、一安心と言いますかね、もう少しちょっとシーズンが進んでみないとね、その数っていうのはわからないんですけれどもね、このようにねあちこちでちょっと一番乗りにやってくる冬鳥がね、いつ頃やってくるのかなということで、いろんな環境にちょっと注意深くまめにね出かけてみたいと思っております。こういったまあ、里山ね、常備滝がいるような環境ですと、まあ、同じような場所でねルリビタキもね見かけることがありましたのでね、ちょっとまだルリビタキ早いのかな。皆さんルリビタキお出会いになりましたでしょうかね。この地域ではまだね、見かけていないんですがね、昨シーズンねルリビタキあちこちの里山といいますか公園、自然公園などで、結構ね、見かけましたがね、まあ、シーズンによって、よく見かける年とそうでもない年があるのかもしれませんね。私はねまだこのように観察し始めてね、冬は3シーズン目なのでね、そういった年ごとのね、違いというのはまだねわからないんですけれどもね、まあ、白花なんかもねもう必ずと言ってほどね、冬の里山雑木林などで見かける野鳥なので、来てたらすぐねわかると思うんですがね、まだ見かけることはないですね。そしてカモの仲間もね、そろそろ、昨シーズン見かけたようなメンバーたちはね、一応勢ぞろいと言いますか、やってきたような気がしておりますね。まだ川アイサとかね、ミコアイサの姿はねまだ見かけていないんですけれどもね、まあ、いずれそのあたりもね、いつ頃やってくるのかなというのを注意深く観察してみたいと思います。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域から野鳥などを撮影して季節の移り変わりをお送りしております。最後にねこのヨシガモの姿をご覧いただきながらお別れしたいと思います。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。ちょっとインフルエンザのね、人間も鳥もねそういった、心配事は ありますね。ちょっとそういった情報があちこち聞こえてくるようになっておりますのでね、くれぐれもね、皆さんもこの鳥たちもねインフルエンザにはかからないようにね。そして明日がより良い一日でありますように。